タン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 。こんばんは、そらちゃんラブ。こんばんは、みんな大好きだよラブ。今日も来てくれてるみんな大好きだよ。今日は蒸しますね。え、わかんない、私今日全然外に出てないけど、でも今日はちょっと普通にずっと部屋の中にいるんですけど、ちょっと暑いよね。湿気なのかな。なんか今日そのなんかさ、あんまり昨日とかは部屋涼しいなって思ったけど、今日は普通に暑いかもって思っちゃった。こんばんは。ちょっとアイス食べてるからよろしくねみんな。こんばんは。今日はずっと引きこもってた、引きこもりです。だいぶ、しかもあの感動するドラマを一日で見終わったので目がパンパンに腫れてる。もう今日ずっと泣いてたわ、本当にずっと泣いてた。こんばんは。片付けも一生終わんないし、どうしたらいいんだろう。でもついにね、あの今週来週次の月火水曜日ぐらいに棚が届きます。何曜日になるんだろう。ナッキーさんかわいい、ありがとう。ガリレオ録画したので明日にでも見ようかなと思います。ガリレオやってたの。あ、今日土曜日か。今日テレビも、あ、今日王様のブランチすら見てないよ。テレビ見てないよ今日。今日初テレビ、もう10時45分なんだ今。あ、ガリレオやってるわ今やってんだね。全然今日はね本当にね、ダメ人間でもないけど、ずっと動画見てましたね。動画 Hulu で見てた、ずっと。はあ、素晴らしいね、素晴らしく。アイスが美味しい。今日の夜ご飯は雪見大福です。そらちゃんこんばんは。こんばんは。うん、今日は夜ご飯は雪見大福を食べてます。もう食べますか。
充電がとってもありそうなので、よいしょよっこらちょ、よいしょ、こんばんは。そらちゃんこんばんは。はい、どうもこんばんは。今日はラジオ風配信に しちゃって音楽かけちゃうんだからね。よいしょ、そらちゃんこんばんは。歌えないんだけどさ、あ、え、イヤホンマイクつけてるよね。iPhone 安定した。でもね、今日は動画見てて、あの Hulu 見てたけど、不具合なかった。あのね、8話ぐらいで1回止まったけど、でも大丈夫でしたよ。あ、はい、ということで皆さんこんばんは。よし、部屋のことをやりながら配信していきますので、こんばんは。これ流行ってるから、この歌、あ、意外と大きい。今日はずっとね、ずっとドラマ見てた。本当にずっとドラマ見てたんですよ。え、鏡が欲しいな。私今絶対目がもう、目に違和感があるもん。パンパンに腫れてる自信がある。あら、トールさん、おそらちゃん39人、ありがとう。やばい。あ、ほら、もう、泣きすぎて。めちゃめちゃ二重みたいになってる。サンキュー。39人目トールさん、ありがとう。すごい、6回目だって。ありがたいです、毎月ありがとう。みんなこの歌知ってますか。あれ、もうこれサビ。ありがとう。にゃん、1,2,3、にゃん。新時代はこの未来だ、世界中全部変えてしまえば、変えてしまえば。知らないんだよね、ここまでしか。ここまでしか知らないの。天才でしょ、なんならもう、もはやね。だん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 。皆さんこんばんは。今日は、そう、あの目がパン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 ダじゃんって感じで、目がめちゃめちゃに腫れてるのでラジオ配信にしました。やっほー、みんなこんばんは。みんなとお話ししようかなと思ってね、配信します。なんかね、いろいろ、あの最近さ、あーもう最近さ、人生うまくいかないってわけじゃないんだけどさ、最近あの友達のことで悩んだりしてた話をしてたと思うんですけど、でもあのカンナさんっていう今日ドラマをずっと見てたんですけど、そう、なんで今更って感じだよね。ほんと何年前のドラマかもわかんないけど、2年前ぐらいだっけ、カンナさんってドラマをね、一気見したわけです私は。そう、そしたらなんかね、すごいポジティブに生きていこうと思ったんですけど、今ティッシュがね、もう箱ティッシュがなくなったから、あの詰め替えようと思ったら、そのティッシュ詰め替えで持ってきたティッシュがサイズが大きくて、あのティッシュボックスに入らなくて、あらら、本当にうまくいかないって思っちゃいそうになりましたが、そんなことを思ったりはしません。皆さんこんばんは。泣いちゃった。そう、あのカンナさんっていう、あの渡辺直美さんが主演 のドラマなんですけど、あの私ね、やっぱりね、最終回だけかな、なんかね見たことある話はあったんですけど、ちゃんと1話から見たことなくて、あの子役の川原瑛斗くんに今めちゃめちゃハマっておりまして、あの川原瑛斗くんの演技が見たくて、あの今日見ようと思って。だから結構さ、メンタルやられちゃう系だから、あの家族系の悲しい現実系なんでね。でなんかもう子役のね、その瑛斗くんの演技が上手すぎてマジで切なくなっちゃって、めちゃめちゃ泣くっていう、本当にすごい
一日を過ごしたんですけど、こんばんは、つばさしんさん、え、なにこれ、ショートケーキ、ありがとう、ショートケーキありがとう。新時代は学校時代だ、絶対違うね、この歌詞。そう、ちょっとみんなの名前読んでいこうかな。じゃあこっからコメントしてくれる人の名前を呼びながら、あの超マジで初期の話配信と言ってもみんなにはわからないと思うけど、ハッピーシンセサイザーってなんだっけ、名前タイトル知ってるからかけてみます。超初期の配信みたいな感じでしていこう。やばい、こんな感じで進んでいっちゃうのかな。あれ、私袋どこにあったっけ。ありました。よし、頑張るか今から。いいことも悪いこともあります、そりゃそう、だって人生だからね。よし、一個一個やっていくぞ。この少しから、少しのところから、小さな積み重ねが大きな一歩。そう、いいこと言うじゃん。小さな積み重ねがなければ大きな一歩も生まれません。そうです、そうなんです。あれ433、あ、お片付け、そう、お片付けはもう本当にもうやっと棚が届くっていう話を多分2日前ぐらいにしたんですけど、まあ、あと2日3日4日後かぐらいに棚が届くんですけれども、そう、その棚を組み立てる場所、なんかね2日前ぐらいの方が部屋綺麗だったの。なんかわかんないけど、またよ、あの物は増えてないけど、その重ねてたものが全部床に広がってる感覚みたいな感じになってしまってて、今からみんなだからね、ショールームやってるとみんながね話し相手になってくれるからね、なんかね、あの無意識に片付けが終わってんだよね、これ。そう、助かる。洗濯物畳みながら配信とかね、一番大好き。なんかもうあの配信終わったら気づいたら洗濯物が畳み終わってるっていう謎の素晴らしい状況なの。シーナ万象さん、ファイトありがとう。チョロンコさん、ソラちゃん、天才ありがとう。デマカゼさん、モンブラン、え、何今回デザート、まあね、あのルームの背景もなんか可愛いけど、モンブラン、ショートケーキまでは分かったけど、何そのなんかカップケーキ、シュークリーム、ありがとう。デマカゼさん、ソラちゃん、ヤッホー、携帯爆壊れの本田さん大丈夫です、え、なかなか爆壊れの本田です、やっほー、大丈夫ですよ。そうで、あの今日カンナさんをね、本当にマジで1秒の休憩もなく、え、もう友達からも連絡確かに来てたけど、ちょっと今連絡を絶ってるような状態じゃん、自分がもう社会から離れてんだけどさ、そんなことは嘘ですけどね。そう、なんて言おうとしたっけ、そう、カンナさんを一日中見てたからね、あの元気いっぱい、ポジティブナイスポジティブっていう感じで元気いっぱいやらせてもらってます。あれ433、洋菓子ギフト、何今洋菓子ギフトフェア中、あー、シンラバンションさん、カップケーキ、これ何カップケーキなの、もう洋菓子ギフト大きいね、ジャンルが洋菓子テーマが壮大だね。今何月だっけ、9月。ちなみに今日は一体何日なんだろう、15?6 ぐらい、今日何日激ヤバだよね。私もね、その自信はある。もうなんかね、生活リズム、生活習慣爆壊れ、そらたんだよ。17日、今日17
17日だよーだって。ちょっと待って、今日はあいみょん夜にかけるムーンライト伝説。ごめんね素直じゃなくって。さえちゃん爆語あれですって、ショールーム通知した時夢の国いたんだけどちょっと笑ってたね。友達にもほぐしちゃった。でも本当に私の携帯ね、なかなかの寿命、なかなかの寿命を迎えてるけど、あのこの携帯のデータをあの他の、じゃあなんかバックアップ、なんかあのあれ結構引き継ぎめんどくさいじゃないですか。それが億劫でやってなかったんですけど、この間結局あのもう爆語割れ爆語割れでアプリが開けなくなりました事件があり、結局ほぼ初期化みたいになったので、うん、もうね、もう変えても変えなくても一緒です。まあ、変えた方がいいんですけど、結局端末は変えてもらってないんだよね。前回も結局端末は変えてもらえなかった気が、そんな変えてもらえなかった気がするんだけど。キンニャンさん、そらちゃん天才、こんばんは。キンニャンさんって名前いつも私読んでたことあった？よいしょ。よいしょん。キキさん、そらちゃんラブ、こんばんは。今日もありがとう。ごめんね素直じゃなくて、私素直すぎるからマジで。ぬぬさないでだん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 で。ちょっともうこの結構雑誌を捨てる決心をさせていただいて、5冊6冊分ぐらい雑誌を捨てるんでね、それをまとめていくよっていうことで。ハサミがなきゃダメじゃん。あの私の家さ、ハサミ3本ぐらい絶対あるんですよ。ハサミがない、なんか一時期100均行くたびにハサミ買ってんじゃねってぐらいさ、家の中ってハサミいろんなところで使うじゃないですか。だからマジでなくなるよねっていう話はしたいけど、え、ちょっと待って、絶対ここにハサミ1本あるだろうってところに1本もない。ほらキッチンに1個、別にキッチンの何かをできるために使ったわけじゃないけどね、置きやすくてキッチンらへん置いちゃうことあるよね。さあちゃん、バックアップ取ってなくてもクイックスタート、なんかもう全然わかんないよ。なんか近々、最近近頃の携帯機種変とかしてないからさ、ちょっと紐、あの今さ荷造り紐みたいなやつあるじゃないですか、あの雑誌とかまとめて出す時のビニール紐みたいな、あれのスタートが見つからないんだけど、これってどうやってスタート見つけたらいいの？あれ433、明日からは敬老の日が近いけどなぜかシュークリームゲットだらけ。マジでなぜかすぎて面白いんだけど。私14プロに変えるよ、さあちゃん。変えちゃうのね、新しいもの好きなんだから。もう全くこんなすぐに変えちゃうなんて。ドライフラワーとかにしとこ、長そうだから。キキさん、そらちゃんこんばんは。今何してるの？今ね、今日は一日中ドラマ見て、一日中、本当に一日中泣いてたから、あのあれだよ、そう、一日中泣いてたからね、あのラジオ配信になってるんだけど、ラジオ配信ってことは、てか今日一日中ベッドの上にいたのね。もう本当に一回外に出た、コンビニに行ったぐらいのレベルで、その他はずっとベッドの上にいたんじゃないみたいな。お昼ご飯は食べたけど、夜ご飯はさっきね、雪見大福を食べたんだけども、それ以外ね、あのなんか飲み物も食べ物も摂取しないみたいな。もう本当に一日中ベッドの上にいたんじゃない私。え、うん、本当に一日中ベッドの上にいたんじゃないっていう、もう自分にも問うけどね、え、あんた本当に一日中いたんじゃないって思ってんだけど、まあ、それは置いといて、でもそのレベルで一日中ベッドにいたから、でね、一日中泣いてたからね、もうね、めちゃめちゃ目が痛い、めちゃめちゃ目が腫れてる、
あの、あもうこれは変な二重だなみたいな、あの目に違和感がある二重みたいな時あるじゃないですか。え、みんなそんなレベルで泣いたことある？ちなみにだけども、もうないよね意外とね。一日でドラマをさ全話見ることなくない？いや私も一日で全話見ると思ってなかったけど、やめられなかったよね。やめようとも思わなかったしね、今日なんかわかんないけど。はいはい、さっちゃん11プロからなんで2年中使ったもん。あ、私11だわ。クイックスタートは横並べての直送。え、あでもね、私ね、私の家ねまだ Wi-Fi 通ってないからね。そう、あの一瞬ポケット Wi-Fi みたいなのにしたんですけど、もうそれはやめたので、あの Wi-Fi がないんですね今。Wi-Fi なきゃさ、だってもうこの昔の携帯ってさ、あの何の意味もなさなくない？キキさん、ショートケーキありがとう。タタ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 タ。てかみんなカラオケって何歌うんだろう。今カラオケ行こうって友達とかに、もし、まあ、そんな友達あんまりいないんですけど、友達とカラオケに行くような人生を送ってこなかったタイプの人間なんですけど、もしカラオケに行こうって言われても何も歌えない自信しかない。声も顔も不器用なとこも今も嫌いじゃない。マシロちゃん、ソラちゃん、天才、こんばんは。だってはきっと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 色あせる。はあ、お腹空いてきちゃったね。よいしょ。でてる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 。テテレ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 テ。目が乾燥やだな。明日も明後日もし明後日もその先も家から一歩も出たくない。一歩も出たくないよ。そんなわけにはいかねえんだ。そんなわけにはいかねえんだってことぐらいは分かってんだけどね。クイックスタート自体は Wi-Fi なしでできる。回線切り替え後はテザリングで。テザリングはできるわ、私の携帯。目が乾燥してバチバチだ。お、あ、そっか、そうやん。あ、233、台風が来るから月曜から火曜は来ない方、出ない方がいいかも。火曜、あ、月曜、明日はギリ晴れてんの？いつまで、今確かに台風情報、なんか3日前ぐらいまでは気にしてたけど、今日は外に出なかったので、少しも気にしていませんでした。確かにね、それは確かに高し案件だわ。マシロちゃん、明日か明後日ネイルしてもらうんだけど、ソラちゃんの誕生日入れようと思ってますって。やだ、私の誕生日入れるには早い時期ね。私の誕生日、まあ誕生日はね、まあ、決まってるからね、あれだけども、私の誕生日入れてくれるの？私でも私の誕生日入れてないけど、入れてくれるなんて嬉しいわね。私でもね、もうね、ネイルしてないです。今外す準備してる。よいしょ。やだな、あっという間に、あっという間にね、9月も終わりじゃない。よいしょ。さよならだけだった。さよならだけだった。
全てがわかった。日が沈み出した空と君の姿、うん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 。初めて会った日から僕の心は全てを奪った。よく儚い空気を吸う君は悲しみを知ってたんだ。いつだってチックタックとなる世界で何度だってさ、揺れる心ない言葉のラドリルがこもるそうでも、ありきたりな喜びきっと二人なら見つけられる。悲しい日々に笑えない君に思いつく限り眩しい明日は明けない夜に閉じたたたたたた歌詞見えてんでしょってね。しまいたくて閉じ込めた日々も抱きしめたぬくもりで溶かすから怖くないよ。いつか日が昇るまで二人でいよう。なめこさん、今日は何歩歩きましたか？ちょっと待って、これカラオケ終わったら今日の歩数計見てくるね。君にしか見えない何かを見つめる君が嫌いだ。見とれているかのような恋するようなそんな顔が嫌いだ。信じてたいけど信じれないこと、そんなのどうしたってきっと。これからだっていくつもあんたそのたび怒って泣いてくんの。それでもきっといつかはきっと僕らはきっと分かり合えるさ、信じてるよ。ドゥ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 。マシロちゃん、ああめちゃくれてる。モンブランとなんだっけこれ、ショートケーキとカップケーキいっぱいありがとう。もう嫌だって疲れたんだってがむしゃらに差し伸べた僕の手を振り払う。君も嫌だって疲れたよなんて本当は僕も言いたいんだ。あほらまたチックタックとなる世界で何度だってさ、君のために用意した言葉どれも届かない。終わりにしたいだなんてさ、塗られた言葉にした時君は初めて笑った。しい日々に笑えなくなっていた。僕の目に映る君は綺麗だ。明けない夜に酔うボブは見たの、君の笑顔に溶けてく。早く棚作りたいな。棚作りたい選手権、この世で一番な自信がある。歌声かわいい、ありがとう。あれ433、なかなかさん、ガリラ見てた？ガリラ見てない私。むしろちゃん、ショートケーキが一番可愛いから一番たくさん可愛い理由が、ありがとう。未来に差し伸べてくれた君の手を取る。涼しい風が空を泳ぐように今吹き抜けてゆく。繋いだ手を離さないでよ、二人は夜に駆け出してく。ちょっと待ってよ、あ、やばい。まあいいか、これちょっと待って、これさ、まあ、ちょっと待ってよ。これどうやって歩数計ってどうやって見んだっけな。ヘルスケアか。あ、意外と歩いてんだけど。絶対嘘。私のヘルスケアバグってんだけどさ、歩数計、まあ、3343歩ぐらい歩いてたんだけど、まあ、まずそんなわけないし、睡眠時間2時間45分ってことになってる。やばいね。2時間45分ってことになってるわ。今日の睡眠時間。引きこもりで睡眠不足とかもう本当にいいね。ダメ人間みたいな生活してて。ただ君に晴れ、ミックスナッツってなんかはやり。え、なぜ室内で3000歩マジ本当。今日だって一回コンビニ行ったけど、あの1コンビニ1回1往復っていうの行って帰ってぐらいしかないし、今日ベッドの上でずっと見てたんだけどね。ずっとベッドの上で見てたのにね。うん、今日はちょっと、ん、自分は今日
なめこさんなんですね、サンデポ。それね、コンドルさん、自分は今日ちょい少なめで24,000はにゃはにゃはにゃ2万え1万歩とかでもいかなくない？あり433、室内で3000歩はどんなに広い部屋だって。いや、なんなら私は今日本当に1回コンビニまで行くじゃん。で、室内洗面所とか行ったけど、洗面所までに携帯を持って、その毎回毎回持ってったかって言ったら持ってってもないしって思うとだよ。え、待って、ベッドの今日本当に洗面所にも全然行ってないし、本当にほぼ今日の一日をベッドの上で過ごしたって言ってるのに3000歩ってことは、もう部屋じゃなくて、もうベッドがもう3000歩のレベルの広さってことだよね。さあちゃん、ソラさん、結局スパイファミリー何話まで見たの？何話っていう記憶ないよね。アーニャ、本物のロイドマンが見たいなーみたいなんじゃん。本物だっけ？アーニャ、ロイドマンが見たいなーみたいな。アーニャ、ロイドマンが見たいなーの回は、見たよねっていうアニメで見たよね、見たような気がするよねみんなっていうくらいの記憶です。ある433、コンビニ多くなる3000歩行くかも。でもね、コンビニまで急いで走って行って走って帰ってきたからね、本当に3000歩も歩いたような気はしないんだけどね。ある433、階段歩いたら、階段は歩いてないですね。階段登ったり降りたりしてないですね。これあれなの？なんだっけ？ロイドマンの歌？これ。割と後半まで見てるのに、なんでミックスナッツ知らなかったの？私リアタイで見ることなくて、TVer か Hulu？ 違う、Netflix かな。TVer か Netflix で見てたんですけど。ネットフリックスで見てたから、あのねすぐね本編まで飛ばすって出てくんだよね。私さ、本当に待ってられないからさ、すぐ飛ばしちゃうの本編までね。だからね、主題歌とかね、正直ね、あんなに見てたヒロアカでもね、一個もわかんないかも。そう、全然わかんない。ちなみにあんなにハマってたヒロアカも今全然見てないから、もうヒロアカ最初から見たいもん。もう最初からあの流れで、だからもう最終回まで行ったら全部見ようかなみたいな。そう、ドラマとかアニメとかももう一気に見たいんですよね。そんな時間ないんだけどね。今日そんな時間なかったはずなのに今日時間あったわ。今日めちゃめちゃ時間あったな。心の時間が、心のノートみたいな感じで。キキさん、ハートいっぱいありがとう。キキさん、あ、めちゃくちゃくれてるわ。ハートたくさんありがとう。3、あれ歌うからさ。怖いくらい、366日か。あの歌いいよね。別にカラオケとかで歌ったことはないけど。カラオケでバラードとか歌う勇気ないし、そもそもカラオケ行くことないけど。あ、やばい、ほら、あ、危ない、いけたなかなかさん、10月から6期始まるけど、やばいね、4期から見てないもん、多分4期から危ういもん。4期は見たのかな。4期の後半見てない気がする。5期は見てないねかな、多分5期の後半見てないのかな。どっから見てないか、もう長いんだもん、全然進まないんだもん、アニメって。そう、それがその毎週毎週ヒロアカはむしろリアタイしてたからこそ、もう嫌になっちゃうな、もう進まんやんって。それでも入らない、あってた今。それでもいいと思える恋だった、戻れないと知ってても繋がっていたくて
自信ない、かわいい。で、たまにしか会うことできなくなって、口約束当たり前、それでもいいから、叶いもしないこの願い、そんな儚い私の願い。今日高いんだよね、こんなその座って歌えないよ。痛い、思ったより痛かった、小指が。ミッチさん、こんばんは。ミッチこんばんは、いつもありがとう。それでもいいと思えた恋だった。今日はメグリズムしないと、もう明日目が腫れて目が開かない、自信しかないね。毎日毎日変わり映えない日々を過ごして、いや変わり映えないことないんだ、何かしら変化があったんだ私にだって。でもこの涙が答えでしょう、心に嘘はつけないだかよ。このちっちゃい声じゃね歌えないよね。怖いくらい覚えてるの、あなたの匂いや仕草や全てを、おかしいでしょ、なんて笑ってよ、別れているのに。危ない、この家は本当にこのちょっと本当片付けよう。いやーめんどくさい、片付けどうしたらいいんだろう。でもさ、これだって私がやらなきゃ誰がやるんだ。そうなのよ、私の家だから私しかやらないんだよね、わかる。世界平和とかのレベルじゃないんだよ、こう私の家だから私しかやらないのね。そう、これはね、世界の平和は私がやらなくても誰かやるっていう考え方はあながち間違いではない。まあでもね、本当のヒーローは私がやらなきゃ誰がやるんだって勝手にね、勝手に言ってた人だったけどね、まあ、正義感を持って戦いに行くわけでもね。この部屋の片付け、この部屋の平和はね、私が守るほかないんだよ。もうそれはもう私がやらなきゃ誰がやるんだとか言ってらんないの。いや私しかやる人いないからだからね。そうそういうことだよね。はいはい。あれ430さん、一気見して目が疲れた。え、私さ、あの普通になんて言うんだろう、携帯で今日一日中ドラマ見てて、その携帯でドラマ見てる時は何ら問題なかったんだけど、さっきあの電源で、じゃあ時間 なんだっけ、今日なんかテレビつけてないねとか話して、テレビをつけたら、あのテレビ のベッドから座った時に見えるテレビのあのなんか時間出るじゃないですか、何時何分、あれがめちゃめちゃぼやけてたから、あ思ったより目が疲れてたんだなって思いました。やばい、何もかもめんどくさい。今日は早く寝て、明日頑張ろう、明日から頑張ろう。洗濯物だけこれだけ畳んだら、よいしょ、これだけ畳んで頑張ってください。よいしょ、あなたの匂いや仕草や全てを、おかしいでしょ、そう言って笑ってよ。
離れている。三日月いいじゃん。あれだからね。秋だから。秋は月。冬は、秋は月。養老、消え、なんだっけ。春は曙、洋々白く、成りゆく山際、少し明かりて、山、なんとかだ、山、紫立ちたる旅に、みたいな。善次郎さん、こんばんは。シュークリームもありがとう。もう秋ですから。秋も秋ですからね。伊丹さん、伊丹健一さん、こんばんは。やばい、よくちゃんと見ないとさ、漢字とか読めないね。目がパチパチで。ダイナ夜だってその、これめちゃめちゃ世代というか、めちゃ聞いてたっていうか、なんかちっちゃい頃の車で流れてた気がするんだけど、この歌。三日月とか、なんか若いね。いない夜だ、この木高い、そう、三日月、つながっているからねって、愛してるからねって。こんばんは。あれ、涼しくなってきてるね。でも今日さ、涼しかったですか？なんか今日部屋の中にいたけど、なんかお昼夕方くらい、なんかちょっと暑いなって思ったけど、ずっと座ってドラマ目しか見てなかったよね。ほんと今日は素晴らしい何もしない一日でした。これなんか毎週言ってる気がする、何もしない。でもなんかそりゃそうなんだよな、ほぼ毎日何もしてないよ。なんかほんとなんか買い物だけしてる気がするもん。やばいって。さあちゃんありがとう。秋は夕暮れ 待って、夏は春は曙、洋々白く成りゆく山際、少し明かりて、紫立ちたる雲のなんとかケリーみたいなね。夏は秋は夕暮れ。夏は何だった？冬は、やばい、全然わかんない。春は秋物、宵々白くなりゆく山々、少し明かりて、紫立ちたる雲の、なんとかが薄くなるみたいなやつだった気がする。あー、さあちゃん、すごい。夏は夜、なんか虫たちが鳴いてるみたいなレベルの話だった気がするんだよね。キキさん、ハートいっぱいありがとう。海南夜だってそのむ、ああ、暗い、高い、もう泣かないよ、頑張っているからねって。ああ、この袋にスーツ入れてね。もう私ほんとさ、みんな、まあ、今いてくれてるみんなってさ、基本的にさ、まあ、初見さんっていう人ももちろんいると思うけど、まあね、いつも見てくれてる人が多いと思うんだけどさ、私スーツをさ、クリーニングに出しに行くって言ってさ、私まだ出しに行ってないよね。でもこの出しに行ってないっていうレベルもさ、もう多分マジ半年ぐらい前から出そう、いや多分1年ぐらい前だと思う、本当は出そうって思って。なんかさ、ちょっとさ、管理が悪すぎてぐちゃぐちゃになっちゃったからさ、一回なんかクリーニングでリセットしてきれいにしてもらおうって思って、早数年。これ明日クリーニングやってんのかな。クリーニングって明日日曜日ってクリーニングやってんのかな、地域性これ。やばい。ゼータビさん、さあちゃんラブ、ありがとう。あ、細くたなびきたる、紫立ちたる雲、なんだっけそれ。あ、リエクサジさん、
わあ、さあちゃん、そうだ、冬は勤めて、そう、なんかあのストーブコンロ、コンロがあったかい、コンロじゃない、なんだっけあれ、炉、え、なんだっけあれ、暖炉があったかいみたいな話じゃない、なんで枕草子、あの三日月って言ったら今かけてたんですけどね、三日月かけてたんだけど、それはなんでかけてたか、秋だからねってことです。うん、だから秋は月じゃなかった、なんだっけ、秋は夕暮れか、月じゃないやん。じゃあR433、明日出しに行こう。そう、明日はスーツを絶対に出しに行く。うわー無理、でもスーツを今部屋の一番端っこの片隅ら辺に置いてしまってる時点でもう絶対に忘れることは確定してるよね。でも今座ってしまったがためにそれを取りに行こうなんて思わないし、それを玄関まで持って行こうなんて思えるわけがないんだよね。善次郎さん、冬は早朝がよろしおます。はい、よろしくお願いします。ゼアタピさん、多分明日はずっと、え、明日雨なの？ちょ、私台風情報見ようと思って台風情報見てないわ。ちょ、みんなあれ、あのみんな台風情報てか、みんなどこ住み？え、みんなどこ住み、何中みたいなみたいな話してるけども、何中みんな。君がいないより、え、そうやね、冬は、え、勤めてって冷たいって意味じゃなかった？あれ違ったっけ。新時代のタンタタンタンタンタタン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 、冬は暖炉の炭を持って歩い、あ、そうだそうそうそう、寒いからね、そうそうそう、寒いから。かわいいよね、それを、はい、なんていうの、あれ短歌和歌な、なんだあれ、詩、枕の草子、な、何枕の草子って、もうわかんないよ、別に好きじゃなかったからね。あれ、あ、あった、火鉢、新次郎さん、冷たい朝ってことね、そうなんだ、まあね、現代では使わないからね。私なんか基本的にそうやって思っちゃうんだよね、ほんとダメ、あのあんまり深く意味を考えないで言われたことを覚える、もしくは使わないことはもうその場だから、そう、もう意味あんまり考えたことないんだよね、その時のテストで答えられればいいからさ、ほんとダメな勉強方法だとは思でもなんか別にそんなに思ってもないけども、はい、竹取物語、あ、覚えたわ、昔々あるところにじゃなくて、なんだっけあれ、今は昔、竹取のゆ、あ、竹取の翁というものありけりみたいな、なんかさ、おじいさんの名前竹取の翁っていうのがさ、私あれ高校1年生とかでやるじゃん、マジで最初マジで本当に本当に理解できなくてさ、竹取の翁なわけないじゃんみたいな翁、竹取の翁っていう名前のものありけりってさ、え、竹取の大きな、え、竹取の大きな、え、竹を取る大きな、え、竹取の大きな、え、あれってさ、竹取の、だから本田が竹取のみたいなね、空が大きなってこと？違ったよね、大きなっておじいさんみたいな、だから別に名前じゃないんだよね、でも竹取の大きな、だからもうおじいさんがいましたってことなんだけども熊住みじわ、岩田さん、翌朝って意味もあるって聞いた、いやだからそう、もう今は昔、いやだからもうさ、わかんないのよ、もう昔の人たちが本当にそう思ったかなんて、その学者たちがどう研究したって昔の人じゃないんだからわかんないの、でもこの感じはそうだろうっていう憶測でしかないのよ、そうだから分かったようなことは私は言わない、だってわからないからね、本人じゃないから、書いた本人じゃないから。でもどうやってさ、その文をさ流通させて、だから今は昔とかもさ、今昔々とかさ、誰が勝手に変えたのよ、なんで言葉って時代で変わるんだろうって
わかる、高校3年生はそういうことが学びたくて大学に行ったはずなのに、そんなこと学ばずに大学卒業してんだけど、どういうこと？どういうことだろう。平気物語はやってないかも。善次郎さん、レテンとか帰り店とか、レテンとか帰り店とかさ、そのそもそものこと、なんて言うんだろう、その文がわかるからレテン帰り店とかの、あの見逃しなかったけど、全然わかんない文だったら見逃しちゃうよね。なんていうの、なんか読みづらいな、あ、ここレテンあったわみたいな。あんな気を使って文字読むなんて、ほんとなんでシンプルに上から書かなかったんだろうって思うよね。ね、あれあれ不思議じゃない？あれめっちゃ不思議じゃない？なんで、なんか今この現代令和がそういう文章になるなら、なんかまだわかるの。いや、わからないけど、わからないけどね、わからない、いや、わからないか。なんで昔、いや、まあそうか、え、わからないけど、別にその、え、ね、あれ不思議。はい、あれ、133、沖縄はおじいさんだ、そうだよね、沖縄っておじいちゃん、そうだよね。安手屋さん、竹取りの木の全体は竹を狩るとこと、竹を狩ることを仕事にしてる老人らしいよ。でも私今さ、このコメントを読まずともさ、そこまでたどり着いたってことはさ、ありがとう山崎先生。うん、苦手、あの好きじゃなかったけど覚えてたよ。善次郎さん、歴史わかりませんが文章は残ってるものですから。あれ、じゃ今となっては昔の話だけれど、わーい、めっちゃあった、今は昔ね、わかる。でもさ、マジ今は昔だよね、昔は今だし、昔は今はないね、うん、ごめん、昔は今はないね、今は昔はわかるけど、昔が今ってことはないよね、うん、今は今だよね。なみこさん、自分は子供の頃は違かったっていう言葉はなかった。でも違かったってちょっと方言っていうか、なんかぽいよね、なんか違かったって、多分なんか私の分析的には、なんかどっかの方言とか、私みたいな感じで転勤の人とかがさ、方言よくわからなくて使っちゃうとかあると思うんだけど、違かった、なんかわかんなくなるんだよね、方言が混ざると。何、日本語がなんかこれが標準語のイントネーションなのか、イントネーションじゃないのか、なんか知らないイントネーションが急に出てきたりしない？はい、さあちゃん、最終的に何に興味を持った短大生？そう、最終的にっていうか、あれ割と早めだけどね、うん、1年生ぐらいの時に、なんで思ったんだろう、でも暇だったんだろうね、授業中。でもなんかアイドルの頃ってなんか常にみんなに喋る内容を考えてたりとかしてたのかな。でも私基本的にどうでもいいことを考えがちだから、どうでもいい内容とかを深く考えがちなんだよね。誰にも話すことじゃないような、なんか頭の中でマジで妄想広がってる少女なんですよね。セオタピさん、沖縄って行ってみたら自称だよって。自分で言ってんの、かわいい。え、自分は沖縄って言ってんの、めっちゃ可愛いやん、そのおじい。さあちゃん、祇園少女のか、あー、やったような気がするけど、それ中学、あれ高校じゃなくない、祇園、あ、中学校の時にやったな、コロハン人が18日の、あ、祇園少女の鐘の声、少女無情の響きあり、やったわ、それも覚えた、それ覚えて、暗記、なんかみんなの前で暗記、なんか朗読みたいな、や、地獄みたいな時間なかったっけ、なんかミスったらなしみたいな。善次郎さん、標準語にしたって作ったのはな、あ、な、長州と薩摩の人ですからね。西郷どんやん、え、平気の長谷高校だっけ、R433 が言ってるわ。善次郎さん、古文の暗唱ってどこの学校でも、それな、マジみんなやること一緒なんだね。なめこさん、行く川の流れは絶えずして、マジそれ言われても、でも全然覚えてないってことはやってないのかな。
でもなんか祇園精舎の鐘の音、諸行無常、諸行無常っていう四文字熟語があの書いてある文字が印刷されたプリントのイメージが頭の中に残ってるんだけど、それが中学校の時の先生の字のような気がするんだよね。あのそのプリントが残ってるんじゃなくて、そのプリントのイメージなんだけど。ラグジュアリーな客席さん、こんばんは。なんだっけこれ、呪術廻戦とかも全然見てないな。善次郎さん、古文より漢文好きでした。私別にあんまり何にも好きじゃなかったわ。国語とか私なんか結構反発精神多いからさ、あんまり好きじゃなかったんだよね。でも国語、なんか中学校までの国語ってなんか小学生の時とかってさ、いや違うんだよ、なんか小、違う、私が違ったんだけど、なんか小学校の時私国語って自分の意見を書くようなもんだと思ってたの。国語って答えがないと思ってたの。その結構さ、長文どっか行って、あの答えもその作者の気持ちを答えなさいみたいなのとかあるじゃん。でそんなの分かる、そんなの読み手しないじゃんみたいな。でもなんか、まあ、確かに趣味の読書って読み手次第だと思うんだけども、国語のその授業の国語の読書というか、そういう読み物はその作者次第みたいな、作者側にならなきゃいけないじゃん。私それ中学校の時にやっと受験勉強に向けて、まあ、中1ぐらいからずっと受験対策じゃないけど、まあ、やらされるわけよ。で、まあ、これは受験にも通ずるからねみたいな、もう受験をよう分かってない中1とかから言われてきてさ、なんかやっと意味は分かったんだよね。そう、まあ、あの塾の先生であんまり好きじゃなかったし、名前も覚えてないけど、国語の先生で、あの、まあ、確かに教え方は上手だねっていう先生がいたわけですよ。そういう人がもうめっちゃなんかダル先生だったけど、でも今思うとその先生の教え方はめちゃめちゃうまかったなって思う。そう、でもそう、それのおかげでなんか、あ、国語ってその作って作り手側の意見というか読解しなきゃいけないんだな、はあ嫌いって思った。だって読み手、その伝わらないような作り方が悪いじゃんみたいな、ならない？あの反発の仕方しちゃうよねあれ。俺はカマキリっていう詩やりました。私はカマキリ嫌いすぎて地獄だった。え、さあちゃんが言ってますとか、私やったことないです。私あの小鳥と鈴と、私と小鳥と鈴とだった気がする。みんな違ってみんないいわやったよ。でもなんか小学校の時はなんか詩集みたいな、え、なんだったっけあれ、なんかさ小学校の時ってさ詩の暗記めっちゃやらされなかった？あれなんでだっけ、なんか毎月詩の暗記なかった？あれは乗車必須の断りを表す、あったね。諸行無常の響きあり祇園精舎の鐘、乗車必須、あれだよね、絶対そのみんな廃れていくっていう話でしょ。あれ好きだわ。善次郎さん、解釈の違いを議論するのが楽しいのにね。そう、私もそっち派なんですけど、でも国語の授業の国語、そういう読み物って作者が正解じゃないですか。そうあえて伝わりにくく書く作者もいますからね。そのさ、作者の気持ちを答えなさいはさ酷じゃない？え、そん好きな作家だったらさやるよそりゃね。でもさ別に好きじゃないのにさ、そんな伝わりづらいような人のさ、なぜ読解私はやらなきゃいけないんだろうって思う時代もあったよね。若かったですから。ゼロタピさん、若い時相手の気持ちを理解しようなんて思わない人が多いよね。あー、相手の気持ちを理解しようと、なんかその広い範囲な気がしちゃったけども、まあまあ確かに。タタタタタタ、なべこさん、作者自身が答え分かんないって言ってたこともある。それはもう国語の教材に載ってないでしょ、それは載ってないでしょ。早送りカレーうどんさん、そらちゃん天才、こんばんは。今日もありがとうございます。はあ、
クリアファイルとかさ、もうあんまり使わないのになんか買ってしまうよね。わかる。クリアファイルってなんか欲しくなっちゃうんだよな。あとお土産とかでも買いやすいよね。自分のお土産だけどね。人にクリアファイル買ったことあんまりないけど。懐かしい。ビジネスコミュニケーションのさ、懐かしい。懐かしいよねあ、なんかビジネスマナー、高校生の時にビジネスマナーのなんか教材みたいなのあったんですけど、なんか私がなんか多分テストに出るからだと思うけど、こう線引いてるところがさ、ふさわしい身だしなみかっこ調和ってやつにさ、次に大切なことは調和、周りとのバランスってところ引いててさ、線を。めっちゃ可愛い。自分の地位や年齢、職場の雰囲気になったら身だしなみをすることが大切である。これなんか絶対ずっと持っとけよって言われて未だに持ってるけど、全然読んだことないっていうね。このビジネスコミュニケーションのあれ、読んだ方がいいんだろうな。これなんかすごいよ、ビジネスにおける、こんなん読んだら社長なれるかな。はい、さあちゃん、うわー、小学生は谷川俊太郎めっちゃ出てきた。え、生きるやったような気がするけど、え、なんかさ、詩、え、教科書にあったんだっけ、なんか詩めっちゃあってさ、詩をさ毎月暗記させられるやつで、谷川俊、なんとかかんとか谷川俊太郎、なんとかかんとかなんとかかんとか、そう、タイトルとさ作者とさ朗読暗記させられるんだよね。谷川俊太郎はなんか割と定期的に出てきた気がする。私と小鳥と鈴と金込み鈴みたいな。私は鳥にな、え、金になりたいだっけ、どんなだっけ。私と小鳥、私は小鳥になりたい、え、そんな感じなかったっけ。クリアファイル、秋葉の駅前のショップでよく売って買ってました。クリアファイルってなんかなんだかんだ買っちまうんですよね。クリアファイルとルーズリーフね、買いがち。第2点、さあちゃん、ファイル集めてないけど同じような感覚で巾着、わかる、巾着も買っちゃう。100均とか雑貨屋さんでのやつは結構まあちょっと高めだし、ちょっと本当に可愛かったら買おうってなるけど、100均でね結構可愛いあの巾着が割とあったりするんですよ。なんかね、それはねめちゃくちゃ買いやすくて買っちゃうんだよね。なんかあの、なんか例えばバッグの中のメイクポーチ、メイクポーチとして使うだろうとか、アクセサリー入れるでしょうとか、なんか薬も結構持っていく、持ち運び用の薬入れるでしょうとか思って買うんだけど、そういう巾着めっちゃ家にあるみたいなね。そう、でもなんかバッグの中巾着だらけみたいな、そんな細かく分けますかっていうぐらい分けちゃうみたいな。でも結局分けたところで使わないみたいな。わかる、あるあるじゃないこれ。シンラバンショウさん、必要ないのにペンライトかな、いつも買ってました。そんなことないか、ペナントか、ペナントってあれ、ペナント、あのあれ、あの三角のあの国旗の三角バージョンみたいなやつ、どうもりでしか見たことないけど。貝になりたい全次郎さん、それじゃのクリアファイル持ってますよ。ちなみに私が私のクリアファイル持ってないんですけどね。クリアファイルなんて出してました、私知らないんだけど。いやもうこれ本当に闇深いよ、もうここまで来るとね、マジで知らないグッズめっちゃあんだから本当にめっちゃあんだから。今となってはさ、みんなツイッターとかインスタとかもやってるから、生写真買ってくださいとか言うけど、あのツイッターとかインスタとかやってないとさ、生写真のリンクとかも貼ったりしないから自分で見ることがないんだよね。あれめちゃめちゃ不利だったわ今思うと。夢の国に巾着買い漁っちゃって、さすがに知ってもらわないで。さあちゃん、私秋になったら冬前くらいに行きたいんですよね、夢の国。うわ、え、でも作太郎みたいな、ゼロタピさん、高村光太郎はめっちゃ知ってる。高村光太郎はめっちゃあの、うん、この人も定期的に出てきてたわ。定期、その人も定期。
間違いなく定期。これ最近もしこれだずっと流してるから大丈夫。信じてこれ流行ってるから、流行りの曲流しておけば大丈夫だって。マイメロンのママが言ってた。やばい、さすがに携帯がもうカラオケ読み込むの時間かかってる。さあちゃんわかる、バッグの中に巾着3つくらい入ってる。それな、巾着しかないよ。だ何の巾着、何が入ってるかもうもはやわかんないみたいなポーチとかね。善次郎さん、ペナントってペナントって三角の旗みたいな。そうだよね。え違う、あのどうもりとかであって売ってるよね。どうもりじゃないや、ともこれだわ、ともこれ。善次郎さん、巾着って聞くとおでんくん、おでんくん、おでんくんは今日も全メンバーの売ってたのよ。知らんですね、知らんですのよ、ほんと。うわ、うわ懐かしい。なめこさん、草野新平いたわ、やった。その人も暗記した、記憶あるわ、その名前は。何暗記したかわかんないけど、あの暗記したという記憶だけは定か。中学生、高校生じゃないか、小学生だな。詩の暗記めっちゃやってたのは小学生だわ。意外と覚えてるもんなんだよね、小学校の頃の記憶なんて何もないのに。でもなんか私さ、昨日ふと思ったんだけど、なんかあの通い慣れてた街とかって久しぶりに帰ったりすると全然違う街になってたりするじゃん。駅とかも工事中だったのが工事が終わってるとか、工事してなかったのが工事してるとか、まあ、何でもいいんだけど、なんか工事中の景色だからこそ思い出せるその時の記憶があって、でも工事が終わってしまったら自分の中でもうその引き出すことのない、その引き金、トリガーみたいなのがない思い出ってめちゃめちゃあって、ああこうやって思い出が消えていくんだなって思ったら、昨日なんか不意に悲しくなったみたいな経験ってありますか？深そうで深くない話してんだけども、そうなんかこうやってこの景色が変わったら私はもうこの記憶を、今日この感じた思いを思い出すことはないんだなみたいな。だからむしろ変わってない景色だから思い出せる景色はあるんだけど、その景色がいつか変わってしまった時に私はもうこの感情もこの風景も、あなんか他の原因があれば思い出すけど、あなかなか思い出すことはないんだなみたいな思ったら、あ切ないみたいな。なんか別に思い出したい記憶がどうとかじゃなくて、シンプルにもう思い出してないことも思い出せないっていうか、思い出せないというか思い出すとかの概念ないじゃん。えなんかさ、なんか悲しくないですか？そうやって忘れていかないとさ、それ新しいことも覚えていけないし、楽しかった、まあ、悲しかったことも忘れられなかったら一生トラウマみたいになるわけじゃん。楽しかったことを覚えすぎていたらさ、もう他のことがつまらなくなってしまうから、それはね定期的に消えていかなきゃいけないんだろうけどもさ、でもなんかあ悲しい人間って、悲しいかもしれない人間ってって昨日不意に思った。昨日はい、さあちゃんランド行くなら、読めない方かな、まじみ見てほしいんだけど、11月中旬から12月中旬まで休止だから覚えておいて。うわ絶対11月中旬から12月中旬の間に行くと思うんだけども、はい。ジジロさん、浦島太郎状態、セブンティーン今でも君が一番だ。サッカーの試合が始まる前にキャプテンが保管してるね、ペナント。そうなの？ゼットピさん、そんなサッカーの試合最初から最後までちゃんと見たこと本当にほぼないんだよね。セブンティーンって入ってんの？セブンティーン今でも君が一番だ、校舎のタタ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 、それでも君が一番だ。何度入ってないのか、歌いたい歌って入ってないんだよね。
てん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 、ほら入ってないじゃん。セブンティーン結構好きなんだよな。あれ結構2番とか結婚、あ、結婚してるやんってなりますよね、あの歌ね。今でも君が一番だ、校舎のハートと鳥の恥何にもわかんない。今でも君が一番だ、何度巡ってた、あ、胃が痛い。タラタラタタタタラタラタタ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 タラタラタタ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 。善次郎さん、好きな子の家がコンビニ、好きな子の家がコンビニになっただっけ。何かがコンビニにはなってたけど好きな子の家だった。さあちゃん、11月15日から12月18日まで休止、見てほしかった。うわー、ちょうどその時、わかんない、いつ行くかまだ決めてないけどもね。ハロウィン期間に行かない、え、マジで何にも決まってないけど、もうもはやもうそろそろ行きたいねって話をし始めたってぐらい。ゼアタピさん、東京タワーがなかったら東京って感じなくなるよね。でも東京タワーってあんまり見たことないかも。あんまり探したことがないかも。東京タワーってあんまり見る機会なくない？え、そんなことない？東京タワーってどこにあるか分かんないんだよね。金木星香る頃、この道をそう歩くのが好きだ。どこからかふと風に吹かれ運ばれて、季節に気づく。トン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 、幸せな日々続くわけじゃない、ちょっとへこむ日だってやってくるよ。人は誰でもそんな強くない、たまに生きることさえ嫌になるんだ。自分に失って背中丸めながら下を向いてと、ぼとぼと歩いたら余計にやるせなくなった。金木星その花はどこに咲く、その木は見えないけど、このあたりほら甘い香りするだろう、ほっとするよね。慰めの言葉は求めてなんかいない、生きているその意味知りたかった。存在するだけで誰かのためになる、命の花になりたい。善次郎さん、キモツの香りを今年は感じましたか。そう、私これこの話をしたくてこの歌を歌ったんですけど、今年あの入浴剤で金木犀をね、香りを感じたんですけど、ちょっとこれ歌ってから喋ろう諦めた。金木犀香る頃、この道をそう歩くのが好きだ。どこからかふと風に吹かれ運ばれて、季節に気づく。金木犀その花は
どこに咲くその木は見えないけど、この辺りほら甘い香りするだろう、ほっとするよね。何度も何度でもやり直せないんだ、この季節またやってくるだろう。近くにいるだけで何かを思い出す、花の香りになりたい。はいはい、あ、キモクセのぬくり持ってます。なめこさん、私も今年買ってしまいました。善次郎さん、近すぎると洗濯物に香りつっちゃうんだよねって。ましろちゃんめっちゃ好きだって、ありがとうありがとう。キモクセが好きなんだよ。分かってる分かってる。そう、金木犀の話をすると、あのですね、今年そう入浴剤で金木犀を嗅いだんですよ。で、あ、めっちゃいい匂いって思ったんだけど、私なんか今年まで金木犀の香りをあんまり意図してなかった、なんか意識あんまり分からなかったの、理解しなくて。なんか割とでも金木犀の香りってみんないい匂いって言うし、まあ、みんな好きな匂いじゃん。で、毎年毎年、まあ、香水だったりハンドクリームとかこの時期になると出てくるんだけど、それを買いでもあんまりピンときてなかったのね。でも今年のハンドクリームめっちゃいい匂いだったからそれは買ってしまったんだけれども、そうで、入浴剤もなんとなく金木犀、なんかね、それはなんか美肌とかなんかそういう効能が書いてあって、あ、めっちゃいいじゃんと思って、その入浴剤選んだってぐらいで、まあ、そこまで金木犀の匂いが嫌いとか好きとかもなかったんですよ。なんですけど、その入浴剤を変えてから次の日か2日後ぐらいにふとね、街で歩いた時に、あ、めっちゃいい匂いって思って、あ、え、めっちゃいい匂いだし、この匂い懐かしいって思ったので、パンって見たら白いお花でが咲いてて、あれれれれ、これもしかして金木犀じゃないって思って、でいつも結構さ嗅いでたのに気づかなかったの。でも、あ、そう、なんかいつも通る道ではあったんだけど、その日まで気づかなくて、ふとマスクをしてたんだけど、それでも香りが入ってきて、思わずさマスクを外してさ嗅いだらめっちゃいい匂いで、あれ、これ金木犀だし、これ嗅いだことあるって思って。私高校生ぐらいまで金木犀てか大学生の時も金木犀の匂いを、本物を嗅いだことがないと思っていたんだけど、違いましたね。私ね、小学校も中学校も、高校はわからないなかったと思うけど、小学校も中学校も短大も金木犀嗅いだことあったんだと思って、なんか懐かしい香りっていうか、なんか、あ、なんか思い出すと思って、それこそ その匂いはさ、その場所にいなくてもその思い出を思い出させてくれるものじゃん。だからなんかエモいなって思いました。ということでコメント戻っていきますね。善次郎さん、東京タワーって芝周辺しか見えません。でもね、東京タワーあんま見たことない、本来の仕事はしてない。そうなんだ。さあちゃん、リーハロソラさんみたい。もうね、コスプレとかはしないですよ。マシロちゃん、お手紙ありがとう。当たり前に金木犀よりもさあちゃんの方が好きだよ。だってどこのハンドクリーム、え、ちょっと遠いから、気が向いてそっちまで行ったら言うね。善次郎さん、あ、でもどこの、なんかね、あれだよ、ドラッグストアとかそういうなんか雑貨屋さんとかで買ったような、なんかブランドとかじゃないけどね。うん、はい。善次郎さん、無意識に書いた可能性、そうだから今までは無意識に書いてたんだなと思って、今年初めてお花を見て意識的に嗅げたというか、意識的、香りから先だったけど、香りがいい匂いと思ってパッて目を上げたら白い花で、え、これ金木犀やんって一人で、でも普通に一人でそういう反応をしながら、感動しました。パピコさん、こんばんは。こんばんは。あれ、233、金木犀いい匂いで、金木犀いい匂い、いやだ、いい匂い。チャーハン、チャーハン
定食。いつも来てくれてるのに名前読んだことない気がするんだけど、こんばんは。あ、なんかすごい、2日間限定敬老の日ランキング、今年はお菓子で、あ、敬老の日なんだね。かねちさんこんばんは。アリエクスニさん、北海道は気温でなかったのかな。私の学校にはなかった気がするけど、あまり記憶がない。なみこさん、キイモクセの花は黄色とかオレンジ、え、そう嘘。マシュちゃん、気向いてください。立ち上がるか。あ、みんなにはね内緒だったけど、今ね気づいたらベッドの上で横になりながら配信してたんだよね。気づいたらね、ほんとさっきまでは動き回ったんだけど。はい、どこのでしょうか。これは金木製ハンドクリーム、え、販売名違うわ、これ違う、え、金木製、まだ開けてないけどねこれ結構あのまだ金木製の匂いシリーズが出てすぐぐらいに、なんかあの違う用事でドラッグストア行った時に金木製コーナーができてて思わず買ってしまったけど、これメーカーとか書いてないよ。株式会社グローバルプロダクトプランニングですこれでいい？私、さあちゃん、私生活の木の金木犀のハンドクリームを使ってる。え、なんかそんないいところとかじゃなくて、いいところかもかね、生活の木、あ、でもなんかもう生活の木って雑貨屋さんだよねとかにありそうなやつだよこれ。金木犀の絵柄が全面に書いてあって、チューブタイプみたいなやつで、ちっちゃいミニタイプのやつで、ハンドクリームって書いて、金木犀ってなんかおしゃれ自体で書いてある、なんか昭和大正明治昭和大正レトロみたいな時代で書いてある金木犀って。うん、善次郎さん、ハンドクリーム無臭は好み。そう、好みですからね、いいと思いますよ、人それぞれで。みんな違ってみんないいって言ってた。赤さん、こんばんは、こんばんはその木は見えないけどこのあたりほら甘い香りするだろう、ほっとするよね、何度も何度でもやり直せばいいんだ、この季節またやってくるだろう、近くにいるだけで何かを思い出す、花の香りになりたい。あ、銀木犀っていうのがあるんですね。別に水は刺されてないですけど、ゼロタピさん。でもなんかあの、そう、白いお花にオレンジっぽいあの内側みたいな感じ、そう、まあ、でもこのお花の匂いでいい匂いって思えたのはなんか幸せでした。表面に金木犀、表面には補正保湿ハンドクリーム保湿成分木製花木製花木製花エキス配合って書いてある。そう、金木犀とは書いてないね、カタカナで木製花、 30ml です、金木犀ハンドクリーム。金木犀の入浴剤ならある？あ、これどこだっけ、グローバルプロダクトプランニングっていうとこで。そう、でもなんか私あの今後あれするから、楽天ルームやるからあのみんなこう女の子、特に女の子とかに共有するために、そっから買ってっていう意味じゃなくて、ちょっと嬉しいじゃん、同じものをさ選んでくれたりするの。だからこの間ね、違う、だからあの楽天ルームやりたかったわけじゃなかったんだけどあのこの間たまたまあの買った棚が楽天だったんだけど、あのそう、みんな楽天ルームやってて、え、いいな、空もやろうと思って
あのアカウント作りたくなって作ったっていうだけなんだけど、かっこいいじゃん。楽天ルームやってる人ってなんでみんなあのおしゃれ、いやまあおしゃれな人見てんだろうね。でもなんかおしゃれな人の楽天ルームと同じもの出しちゃうよねきっとね。こんばんはカズさん、こんばんは。どれか分かった、マシュルちゃんさすが。大正レトロみたいな感じで金木犀って書いてるやつね。わかる、これね、本物を調べて見つけた人にはめっちゃわかると思う。大正レトロの時代っていうの。ほら甘い香りするだろう、こう音する。あもう12時過ぎてんだね。歯磨きして。求めてなんかいない、生きているその意味知りたかった、存在するだけで誰かのためになる、命の花になりたい。確かにね、存在するだけで誰かのためになるってすごいよね。わかる、私誰かのためになるっていうか、いやマジカンナさんから通ずるものあるわ。わかる、誰か必要とされてないと生きていけないよね人間ってね。うん、わかる。金木犀香る頃、この道をそう歩くのが好きだ、どこからかふと風に吹かれ運ばれて、あ季節に気づく金木犀、その花はどこに咲く、その木は見えないけどこのあたり、ほら甘い香りするだろう、ほっとするよね、何度も何度でもやり直せばいいんだ、この季節またやってくるだろう、近くにいるだけで何かを思い出す、花の香りになりたい。だがことあるさん、こんばんは。デモカセさん、本当ありがとう。早く携帯直してね。あれ、ゆうくんさん、いつの間にか日付、日が変わってた。間違いない。最近目が乾燥して、バシバシな目やになってる。マジで、乾燥しすぎて、もう、カピカピだよ、眼球が。想像つくみんな、カピカピだよ、眼球が。気づいたら。ラグジュアリーの菊池さん、ソラちゃん、あ、コールありがとう。ゼロタピさん、竹下夢。何だ、どなた、ごめんなさい失礼なこと、私がすいません無知なもので。あかん、いい感情だ。夏が終わり砂浜のがいいんだけど、私はてて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 、てるてるてるてーてってるてるてーてててててるてるてるてーてててててるてーてるてー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 、僕たちはこの夜を忘れしない、今初めて口づけした瞬間を、流れ星が宇宙の彼方へ横切った。眠たいがしかしだよ、眠たいがしかし、やんない言えないことだって、そりゃあるよ、あるよあるよ。わあベターね、懐かしいね。夏が終わりすな、足跡が消えるように、波が海へ帰ってゆく。
トゥ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 なんかおしゃれなお茶でも入れたい気分 おしゃれなチルタイムってやつ歌おう。電池帯走る銀色の電車がスピードとしたら近づく駅、今日も君が乗ってくるだろうか。ここにいてるの日はテストがあるんだよね、気合い入れるんだって。少し離れ僕は外エールを送った。それは恋と呼べるような確かなものじゃなく、自分でも戸惑ってる感情だ。こんなに切ない朝が来るなんて今まで予想もしなかった。ときめきなのか抑えてた何か叫ぼうとしている。本当の気持ちをはっきりできたらこの胸のモヤも焼けるのか。何もしない何もできない日々はセンチメンタルトレイン。激ネム激ネムネム子だわ。二つ手前の駅、友達と降りてく君の大人の日常。窓の向こうをずっと見てきた空、またすぐに会いたいって思ってしまうなんて呆れてしまうけど、一瞬君がこっち見てたような妄想。それは僕が否定しても恋でしかないだろう。これ以上好きになったら困るほど。どうしてこんなにキュンキュンするんだ。君のこと考えるだけで何も手につかず、また朝のことを思い出してる。自分の気持ちを認めてしまえば今より楽になれるのかな。でも直接言葉にはしたくない。各駅停車卒業までの一日、また一日全てが輝きながら、この電車どこへと向かうのだろうか。こんなに切ない朝が来るなんて今まで予想もしなかった。ときめきなのか抑えた何か叫ぼうとしている。本当の気持ちをはっきりできたらこの胸のモヤも焼けるのか。何もしない何もできない日々はセンチメンタルトレイン。走り続ける。でイエイエイイメージゼロタピさん、イメージの絵って大正イメージさんもね、そう私が分かんなかった。大正ロマンっぽいパッケージがそういうのかな。でもね、あめっちゃねイラストじゃなくてね、ただね字体だけ字体だけです。そうみんなコールありがとうね。なんかそう私なんかカラオケに行く機会は多分本当に
同い年の中でも本当に少ないし、まあ、皆さんもそんなにカラオケ行かないと思うけど、私もこの人生経験上カラオケに行く機会そんなに多くなくて、あんまり行ったことがないんですけど、いや、むしろ配信するためにカラオケ入るみたいなことあるけど、家に帰るまで時間がなくて入ってカラオケでやるとかさ、なんか今やらないともうできないから、近くのカフェじゃないや、カラオケ入ってお昼でも配信して帰るみたいな感じとかもあったけども、そう、なんかそのもし友達とカラオケに行くってなっても私一曲も歌えないなって思ってる今。善次郎さん、渋谷に夢二通り、え、そうなの？大正っぽい、言われたらありそう、見たことあるような気がするけど絶対ないんだよな、わかる、絶対ないのにある、ありそうな気がするよね、こういう現象に名前ってあるのかな。クロノスタシス、いい歌ないかな、なんか。眠いからね。NHK 方向、NHK 方向にあんまり行ったことないけど、NHK ってどの道をまっすぐ行ったら着くんだっけな。青の洞窟とかの方でしょ？でも青の洞窟どうやって行くか分かんなくなっちゃった今。青の洞窟、ニトリの方か。違うね。あそこなんだ。アップルストア。朝ドラだわ。朝の空を見上げて、今日という一日が笑顔でいられるように、そっとお願いした。時には雨も降って、涙も溢れるけど、思い通りにならない日は、明日頑張ろう。ずっと見てる夢は、私がもう一人でやりたいこと、好きなように自由にできる夢。人生は違ったね。 どこを飛んだのか、それが一番大切なんだ。さあ、心のままに365日。やばい、これ歌ってて穏やかに寝てしまうわ。みんな起きててね、私が寝ちゃう。こう歌いながら心地よく寝れる。センター街、めっちゃ分かんなくなってきた。星はいくつ見えるか、何も見えない夜か、元気が出ないそんな時は誰かと話そう。人は思うよりも人知らなくても、いつの間にか飛ば
にはね、間違った、ハンにはやめよう配信。少女たちを歌いたい空、少女たちはにしよう途中でやめるって、ね、眠たすぎ。ね、みんなほら眠いって、うん、めちゃめちゃ眠い、ガチやばい、もう目が開いてない、おやすみなさいって。私も寝たいな、さすがに寝たい、寝よう。せーの、はい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 、懐かしい。空に散らばった星のどれが一番に輝くのだろう、聞かれても誰もきっと答えられない、暗闇の先にここから見えない光がある、ステージの片隅でもがき続ける、悔しさや虚しさも青春の時。え、意外と短いやってんの。少女たちよ、もうすぐ夜明けが来る、夢の未来はこれから始まる、おうおう少女たちよ、何も諦めるな、悲しいことなんかせんて全て全力で全力で走るんだ。電話かけたの流れ星ありがとう、みんなコールもありがとう。全然さん、こっちは眠気ですね、うん、めちゃめちゃ眠気です。全然さん、アップルストア見えに戻ってきた。いや、そこまでついたけど、あの洞窟ってどんなんだっけ。人の目に触れる星と気づかれない星、そこにはどういう差があるの。光届かないくらいに離れているとか、雲のせいだとか、理由が欲しい、思うように生きられない、今の自分がもどかしく不安なら背中を押そう、悩みながらいつしか強くなれる、今日の涙は明日の力さ、おうおうおう、悩みながら前へ歩き出せよ、立ち止まったらそこで終わる、頑張って頑張って信じるんだ。歌めっちゃ好きなんだよね。まだまだ少女、そう、夢見る少女じゃいられないだけどね。まずだるまさん、だるまいっぱいありがとう、こんばんは、今日もありがとう、もう終わりなんだけどもね、来てくれてありがとう。AKB48 少女たちよ、もうすぐ夜明けが来る、夢の未来はこれから始まる、おうおう少女たちよ、何も諦めるな、悲しいことなんか全て捨てて、全力で全力で走るんだ。で、まだまだ小娘、そう、私小娘なんだよね。かわいいかわいい小娘です。ということで皆さんありがとうございました。本日は、なんかこれめっちゃエンディングっぽいね。これなんかさ、曲戻せたらいいのにね。この時間を。ということで、ランキング、こうなんか次この1曲毎回かけて、それをラジオっぽくして終わりにしよう。
シーラマンショーさんありがとう、あの音符、音符ありがとうね、音符ありがとうね、ということでこれをラジオにして、ということでこれで最後です。ということでね、皆さん、ミクノバさんこんばん、こんばんは、もう終わりにしてしまうんですが、皆さん今日も夜遅い時間にお付き合いいただきありがとうございました。私が眠たくて眠たくてたまらないんですが、今日もなんだかんだね2時間ぐらい、何時から始めたか定かではありませんが、なんかやったっぽいです。皆さんありがとう。本当に9月頑張ると言って頑張ってなくて本当に呆れてるよね。私も私に呆れてますが、すいません、私の情緒がたまらなく今不安定で、私もたまらない日々を過ごしております。はい、なんか理由はないです。でも理由がないこともあるよねっていうこと。あ、時間ありがとう。22時41分から、結構遅い時間から始めたんですね。ということで皆さんお付き合いいただきありがとうございました。本日のランキングをね、まず読ませていただきたいと思っておりますので、いきます。13位、ねまかせさんありがとう。12位、てかなんかありがとうね、未だにホンダチームね、もう名前全部見えないけどもね、ありがとう。12位、 R433 あったまこおそらちゃんずありがとう。11位、トールさんありがとう。10位、みっちおそらちゃんずありがとう。9位、なめこさんありがとう。8位、なかなかさんおそらちゃんずありがとう。7位、せいさんありがとう。6位、ティエルトロさんありがとう。5位、たくまくんありがとう。4位、ご主人様ありがとう。3位、よもやよもやださんありがとう。2位、ラバイションさんありがとう。そして1位、キキさん、おさらちゃんのしかかたんありがとう。ということで皆さんありがとうございました。眠くなるまで配信です。マジ自分都合なんですけど、そうやっぱりね、楽しい気持ちの時に配信やらせていただくという、本当にでもみんなのことは考えてるよ。本当にみんながいなくなったらどうしようっていう不安に突然駆られる日だってあるんだ。でもね、大丈夫、みんなありがとう。いつもいてくれて、なんかあった時は応援してくれて、本当に本当にありがとう。まあこれからもみんなのことは考えてるっていうことは本当に本当考えてはいいんだよ。うん、その気持ちに体がついてってないんだけどね。最近ね、気持ちと裏腹に気持ちも気持ちが乗ってる日の乗ってる日に立てた予定なんてね、その日になっても無理なのよね。わかる。最近何にも頑張れないんだ。どうしたらいいんだろうっていう時期。やっぱね、この秋あたりね、ちょっと寒くなり始め、体調悪くしがち、メンタル壊しがちなんで、今月は元気いっぱいやって、もう無理だけどね、やっていこうと思いますよ。ということで皆さん、眠たいんで、本日はありがとうございました。皆さんも ありがとう。良い日曜日を。オーガニック、明日はオーガニックじゃなさそう。まあでもみんなありがとう。明日はクリーニング出しに行ったら褒めてください。多分出しに行きません。だって玄関に持ってってないもんね。もう絶対忘れるけど、クリーニングに、出しに行けたら天才。ということで本日はありがとうございました。また来てください。本当にいつもみんなありがとう。ラビューラビュー、バイバイみんな。また時間が会うときに来てね。私の助けにありがとう。好きなように生きれるように、あんまり頑張らずに頑張りたいと思います。みんなバイバーイ。